って言ったら素晴らしいのにと思ってます。はい、はい、アーメン、はい。宮城さんの泊まり出身、娘のエンジェラさんは、はい、あの沖縄は何度もいらっしゃる。あの大学卒業したばかりで、あの彼女にはあの就職があの決まってありまして、沖縄を初めて、いえいえ、何度もあの、はい、小さい時から何回もあの、うん、そうなんですね、うちの両親に会うために来るんですけれども、うんうん、あのまあ、チャンスがある、まあ、すみません、あのエンジェラさんに話させてもらえる。はい、すみません、はい、お願いします。はい、皆さん、あの多分ね、 YouTube じゃない、なんていうのこれ、Ustream で見てる方はね、画像が映るので、顔がね、見えると思います。とても美人ですね、可愛いです、ね、ありがとうございます。でもあのちょっとあのマイクが顔を邪魔してるんじゃない、ちょっと移動してよ、あのスタンドが。せっかくこんな美人でね、美人で来ていただいているのはね、あのカメラの位置が悪いのかな。あ、今いいですね。はい、はい、エンジェラさん、ちょっとだけ自己紹介。はい、あの、はい、23歳なので、うん、あの一応いつも神様のことを信じて、あの一緒にお母さんと来て、あの賛美とか、はい、あのイエス様のために何でもやりますので、うん、はい、はい、よく来てくださいました。ありがとうございます。今日は皆さんですね、生で演奏もねしていただきます。生で歌ってもいただきますので、はい、楽しみにしてください。このようにですね、今日はとても素敵なゲストを招くことができました。沖縄出身、泊まり出身ですね、泊まり出身で今はシアトルでお暮らしであります。もちろんバリバリのクリスチャンです。後でまたね、どうしてクリスチャンになったか、救われた証もねお聞きしたいと思います。一曲かけたいんだけども、かけないでそのまま読んでくしようか、ね。エンジェラさんはじゃあ歌準備お願いしますね、はいはい、ちょっとお母さんにお話を聞いてから、一曲かける代わりに歌っていただきましょう、ね。アーメン。はい、あの宮城敦子さんですね、はい、宮城敦子さんはご主人とお知り合いになったのはここ沖縄ですか。東京で、あの東京で、はい、あの仕事場があの建築会社だったもんで、うん、そこであの派遣されたあの職人はみんなシアトル人だったんですシアトルから材料やらあのその職人をあの招いて、特別な建物を作る、そうですね、アメリカン住宅を作ってるところだったもんで、アメリカ住宅を、うん、はい、へえ、そうなんです。それでシアトルからご主人がいらっしゃった、そうですね、かっこいい、はい、かっこいい方だったんでしょうね、はいすぐ惚れちゃって、はいはい、もうプロポーズ逆にあの敦子さんからやったとか、いえ、そうじゃないですけどでもその時はもうクリスチャンでした。はい、あ、もうクリスチャンになっていたんですね。私はね、クリスチャンになったのはもう4歳ぐらいですね。え、はい、あ、そんなに、はい、そうなんですか。ちょっときっかけというのは、はい、うちの父が、はい、あのきっかけで、クリスチャンになりました。お父さん何かあのやっぱ牧師か何か。いえいえ、もう全く、はい、あのこれちょっとうちの父はですね、はい、ちょっとあの非常に優しい人なんですけれども、うん、当時私たちは誰もクリスチャンじゃなく、うん、彼はちょっと仕事がね、あのパチンコ屋さんの、うん、あのなんかマネージャーとか、ああ、そういったのをやってあったりとか、ああ、いろんなことをやっていたんです、当時は。で、私が3歳ぐらいの時、弟もまだ1歳で、けれどもやっぱりあのちょっと良くないあの、うん、職場関係でね、いろいろあるとお酒を入って、うん、でちょっと暴力を振るうとか、ちょっとねうちの母に対して の、はい、あのそういったものがあったりとかして、優しい人なんですけど飲むとちょっと大変だったんですね。まあ、典型的な沖縄人ですね。そうですか。あんまり飲む回数は少なかったと思うんですが、ちょっと怖かったです。うん、それであの小さい時しょっちゅう逃げてました。あの、あ、今日飲んでくるぞと思ったら、酒飲んだらもう逃げるしかなかったんですね。あの、はいはい、あったんですが、はい、けれどもそういう父が、はい、あの怖かったんですが、
ある時から、うん、ちょっとつぼやの方に引っ越したもんで、はい、その時が4歳ぐらいだったんでしょうね、うん、その時に父は教会に行くようになったんですね。へ、うん、非常につらいことがあって、うん、教会の前を通ったら賛美が流れてたと、うんうん、でその賛美に引きつけられて入ってしまったと、はい、でそこに書いてあった御言葉が、うん、全て重荷を負うもの、はいはい、疲れたもの私の元に来なさいという、はいはい、イエス様 のその言葉に、ね、引きつけられて彼は教会行くようになりました、うん、それで彼は変わったんです、うん、優しくなったしお酒やめたし、全く飲まなくなったしということはもう優しい父がずっと続くわけです、うん、もう単純ですがそれを見た時にはもう神様いるなと思ってましたね。はい、お父さん小さいながらも、うん、父の変化に すごく感動を覚えて、うん、いたのを覚えてます。そしてもう父が教会行くことは私たちもおのずと手を引っ張られて教会に行くようになってました。ですからそこで母も救われましたし、で全く暴力はなくなりましたし、はい、本当にもうハレルヤーとも明るい顔してうちの父は行く家族を連れていくんです、はい、そういうことがきっかけで、うん、いろんな奇跡を、うん、見させてもらいましたね、うん、すごいですね。それで自然に神様は本当にいるんだということを小さいながらも分かりました。そういう、まあ、お父さんが劇的に変えられたの で、ね、ったんで、やっぱ神様いるんだと、はい、いうことをもう明確に感じたわけですね。明確です、はい、これ疑いようがないです、はい、ラジオを聞きの皆さんそういう方ね沖縄にたくさんいますよ。普通はとてもいい人なんだけど、うん、酒飲んだら ね、もうガラッと変わってね、暴力はするわ、口は汚くなるわ、物は投げるわという方多いですね。今でも多いですよね、うん、どうぞ皆さんそういう家族をお父さんをお持ちでしたらね、うん、教会に来てください。必ず治ります。治ります。酒の目には十字架を。そうですよね。それがね本当なんですよ。それが生きてる神様、はい、イエス・キリストを信じている私たちですよね、はい、だからクリスチャンっていいなと思うんですね。本当ですよね、はい、素晴らしい、もう小さい時から素晴らしい奇跡を見てこられた、はいはい、宮城敦子さんです。まあ、これからねもっともっとお話を、ね、していただきますけれども、はい、局長は酒飲んだら変わりません？昔とても変わりましたね。やっぱり酒飲んだらちょっと悪くなりました。はい。極端に悪いまではいかないんですけども、やはりハイになりますよね、どうしてもね。うんうんうん、まああいったのはもう若い頃は随分経験しました。酒癖あんまり良くなかったですか？癖が悪いまではいかないんですけどね。でも、そういった人たちをたくさん見てきましたね。はい、本当ですよね。まあ、身近にこういう人はたくさんいるのも事実であります。うん、ではエンジェラさんに一曲歌ってもらいましょうかね。はい。はい、今日は特別です。素晴らしい歌声が聞けます。準備をお願いかな。ギター弾いて、はい。聞こえます。あ、ギターね。はい、ギターをねちょっと聞けるように。やりましょうか。ギターも聴けるように、はい、ギターを弾いてですね歌います。エンジェラさん、できましたら曲目をおっしゃってから。はい、はいはい、この歌は一応神様、イエス様を信じる歌なので、はい、本当に簡単な歌なので、はい、主イエスを聴いてください、信じてくださいって信じましょうねという歌なんですね。はい、はい、皆さんこの歌聞いたら皆さん主イエスキリストを信じましょうね。はい、どうぞ。はい、新しい朝目覚める時に天の御国で主イエスを、主イエスを、ただイエスを、何もなくても主イエスを、
一人の時も主イエス共に、一人の時も主イエスを、主イエスをただイエスを、何もなくても主イエスを、主イエスを、はい、これあもう終わりました。終わりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。とても素敵な歌ですね。素晴らしい。すいません、スタジオがちょっとですね、いろいろ忙しく動いてまして申し訳ないです。リクエスト、あ、リクエストじゃない、これツイキャス、コメントが来てましてね、すいません、最初から聞きたいですって。最初入ってなかった。あ、入ってましたね、これは、うん、あの途中から見たので。あ、そうなんだね、よかったですよね。名前なんて、今井さん、今井、これ下の名前なんて読むのかな、ごめんなさいね。大学出てないんで漢字が読めないんですよ、一応牧師なんだけど。今井さん、ありがとうございます。あのもう一曲歌いますのでね、今井さん、はい、ぜひ聴いてくださいね。もうあのリクエスト、あ、リクエストね、コメントが来てますね。はい、最初から聞きたいんだそうです。あ、そうですね。はい、本当にありがとうございます。とても素敵な歌声というのかね、いい声してますね。はい、歌手になってもいいんじゃないの。あ、そうじゃない、うん、そうではないです。マスクもいいし。 ありがとうございますね、お母さん。ありがとうございます。ハレルヤ。はい、ありがとうございます。主の導きのままに。はい、感謝します。では、お知らせ、はい、いきます。すいません、なんかダラダラと私が喋ったよ。今井ゆき、ゆきじゃない、ちょっと待って、ゆず切れてんの、エネルギー、電気、あ、もうもう、ゆずってもいいもんね、もう切れてる、バッテリーがないわ。メモリーズ、はい、入ってますよ。10秒前、はい、ハイサイ教会デビルの時間です。この番組は皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介しています。普通ですと、あの牧師さんとかね、神父さんとか招いて、教会の紹介やその牧師さんの人柄を紹介しますけれども、最近は、荒垣さんと2人でですね、ゆんたくをしています。あの荒垣さんは非常にね、学識高いので、あの牧師向きなんですよ。あの私と本当は交代した方がいいんだけどね。私はあまり勉強しないんでね。ああ、そうだね、もう一人司くんがいますね。ちょっと挨拶する。はい、今挨拶するんですか。結構番組に放送立ってますけど、はい、いつも一緒に喋っております、如月司です。よろしくお願いします。すっかり紹介するのを忘れてしまいましてね。はい、だいたいそんなもんだよね。はい、ありがとうございます。まあ、あの荒垣さんももうクリスチャンだって何年でした。12年ですね。12年ですね、はい。で、まあ、村会議員、中城村の議員さんでもう3期目。はい、そうです。3期ね、はい、務めています。クリスチャンで議員というのも沖縄では珍しいですね。
そうでしょうね、私もお会いしたことがないんですですよね、はい、あの多くの政治家の皆さんね、はい、知り合いはいるんだけど、うん、なかなかクリスチャンという方がいない、はい、ある面ではあの沖縄の議員の中でもしかすると唯一クリスチャンかもしれませんね。うん、どうでしょうかね、まあ、どっかにいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。ですよね、はい、では表に出てこないからねあんまり分かりませんけれども、うん、はい、クリスチャンになってクリスチャンの目から政治を見るというのはまた非常に違った目に、ね、見えると思うんですけど、どうですか。はい、見えますよ、ね、うん、だいたい政治の世界は自分の判断で普通の人はやるんですよね、基準で。ああ、でもやっぱりクリスチャンになると自分の判断プラスこう聖書の、はい、あ、逆だな、聖書プラス自分の判断ですね、はい、聖書の判断基準がどうなのかっていうところをまず照らし合わせてみると、はい、正しいことなのか、それともちょっと誤ったことなのかっていうのを見ることができる、うん、まあ、我々人間ですから感情がどうしてもあるんで、はい、特に沖縄の政治っていうのは他県と比べてですね、はい、この基地問題に象徴されるように感情が表に出るっていう、ね、性質があるんですね、うんうん、どうしても与党とか野党とか革新と保守とかっていう政治構図の中でこういつもこの進められていく政策っていうのがあるんで、まあその中にはもうどうしてもね感情的にぶつかってくると、鼻から入り口からあの人は嫌い、あの政党に属してる人間は嫌いっていう、ね、お互いがそうなるというような状況が生まれるんで、それを聖書的に解き明かしていくとやはり答えが、ね、少しずつ明るみに出てくるですね、うん、例えばですね、はい、例えばまあ、今辺野古基地の問題が大きいですよ ね、 そうですね、私も、はい、じゃあ辺野古基地どうなのと聞かれた時やっぱり聖書から見ないといけない、うん、で聖書で一番見るのが平和を作るものは幸いになり、はい、その人は神の子供と呼ばれる、はい、じゃあ基地で平和が作れるかというとこれ若干疑問がある、うん、で私たちはコミュニケーション、うん、相手と話し合って平和を作るものであると思う、はいはい、できたらイエス・キリストを信じてください、うん、ね、イエス・キリストを中心として、私たちが話し合いすると必ず平和がもたされるというのが聖書の教えですよね、はい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 、でもう一つはですねやっぱり神様は地境は神様が決めたんだと、はいはい、その地境を移すなと聖書は言ってますよね、うん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 、ということはああいう大規模な埋め立てになると海の形が変わる、うんはいはい、地境が変わっていきますよ、ねはい、そういう面からするとやっぱり聖書が言う通り ああいうふうにねきれいな海神様が与えた海を埋め立てて何かを作るというのは神様は喜ばないんだろうなって、はい、そうですね、大体人間の基準でそういったものを全て決めてしまいますよね、はい、例えばよく政治の言葉の中で固有の領土とかって言いますけども、はいはいはい、じゃあ何億年も前から人間のあなたの国のだったのっていうふうに言われるともうほとんどの人が答えられなくなりますね、ですよね、ほとんど100年から150年ぐらい前の話からスタートしてるんですよね、実質、うん、なんかこれを固有だというような言い方に切り替えられると、でも普通の人たちは何も疑問持たないんですね、はい、この言葉に対してですね、はい、でもクリスチャンは聖書というのが基準にありますから、そうです、もう一発で見抜くことができるんですよね、はいはい、ですから本来聖書に立って政治をやると正しい政治ができるというのが当たり前ですよね、うんはいはい、それとまた反対運動している側にもじゃあ全て正しいかというとやっぱりこう弾圧されたり押し付けられたりするとこれに対する反発心の中にはやっぱり汚い言葉も使ってしまうし感情が優先ですよね、感情が優先してしまって行き過ぎてしまうんですね、うん、で聖書の中には正しすぎてもいけないって書いてますよね、そうです、そうです、愚かすぎてももちろんいけないんですけども知恵がありすぎてもいけないっていうふうに書かれている通り、この裏には何があるかっていうことをやっぱり聖書を読み解いていくと正しすぎるからといって相手もまた傷つけてしまうっていうことは良くないっていうのも聖書の中では分かっていますね、うん、そうですね、まあ、ですから聖書に立ってね正しい政治をもう12年間やってきてますから、うん、これからもっともっと神様を明かししながら政治をしてほしいと思いますね、はい、
だから勝った時とかね、選挙で勝った時は嬉しいんですけどね。でもこれによってですね、聖書は何が書かれているかというと、あなたの敵が倒れる時喜んではならないと書いてますね。アーメン、まさに。彼がつまずく時、あなたは心から楽しんではならない。アーメン。まあ、それはやっぱり戒められる部分がかなりあると思いますね。そうですよね、はい、聖書はね、あなたの敵のために、迫害する者のために祈りなさい、あなたの敵を愛しなさい、うん、隣の人さえ愛しきれないのに敵も愛するんですか神様って言いたくなるんだけれども、それが一つの基準ではあるんだよね、神様の教えのね、はいはい、基準ですね、はい、素晴らしいです。はい、で話をちょっと宮城さんのところに移しますけれども、はいはい、まあ、宮城さんも小さい時大変でしたけれども、神様は全て益に変えてくださる神様、はい、これがイエス・キリストですよね、はいはい、だから問題の中にあっても苦労の中にあっても嘆いてはいけませんね、はい、クリスチャンは希望があります、うん、ね、必ず希望がありますよね。まあ、その後ですね、まあ、教会生活が始まって、家庭がもうがらりと変わっていい家庭になっていきます、はい、お父さんお母さん、そして、もうずっと教会には生き続けていたんですか。そうですね、いえ、私 のもうちょっと父の話してよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。父はですね、はい、とにかく単純な、もう本当に神様は全てをしてくれるという信仰で、いつも覚えているのは、給料袋をもらってきたら、11献金の袋に感謝しながらニコニコしながら入れるんです。へ、まずそれをするのを何年も見てきました、うん、小さい時に、はい、でそうするとその時にニコニコして言うんですよ、はい、見ててごらん、神様はこれ何倍にもするよ、何十倍にもするよっていつも言ってたんです、うん、でその当時私たちはすごいボロの家に、本当にボロ屋虫に食われてる家に、柱がですね、うんうん、いつ大丈夫かしらという、もう何、台風が来るたびに、ハンマーとね板を持ってこうやるような家だったんですが、うんうん、その時に本当喜びながらのこの捧げ物っていうものに対して、はい、本当に見ててごらんって父が言ったんですが、うん、それをね見せてもらいました。うん、神様はそれを本当に幾倍も祝福してくれたんですね、うんうんうん、その当時本当にいたのが壺屋で、うん、古い家だったんですが、ある時にもう中学そうですね、もう入るか入らないかの時ですね、うん、その時に見せたいものがあるとって言って連れて行かれたのが、あけぼのに2階建てを、コンクリートの2階建てをボンと作って、そこに私の部屋もあって、あ、で弟たちの部屋もあって、うん、で十字架が真ん中に置いてあって、うん、祈りもリビングルームでできるような、うん、そういう立派な家がポンとあったんです。それをやっぱり小さい時に見せられた時に、うん、ああもうこの神様っていうのは、父が言った神様は本当にもうしてくれる人なんだ、もう人じゃなく神なんだっていうことを、うん、疑いもなく思ったんです。そして2階は貸せるアパートみたいにしてね、うんうん、で少し貸せる事務所みたいなのもあって、はいはい、でそういうところからの家賃収入もあって、はい、でそういうのでやりくりができる、うん、そういうことをやりながら、うん、で素晴らしいなと思っていたんです、うんうん、でそうするともう何年もまたそこで暮らしていくうちに、うん、立ち退きを命じられたんです。というのは大橋を作るから、はい、うん、その時期で、はい、ちょうどその時期だったもんで、はい、そこに大橋を作るから立ち退いてくださいということで、はい、土地を当てがわれたのが泊まりなんですね、うん、でそこに土地を当てられて、で母はすごい大胆な、また積極的な人なもんで、うん、4階建てをボンと建てたんです、うん、与えられた土地に、はいはい、でそこに私たちまた移って、それがまた2倍じゃないですか、うん、で残った土地がまたあるんで、うん、立ち退きはしたものの3分の2ぐらいは残ってたんですね、うんうん、でそうするとそこにビルをまた建てて、でしかも5階建てを建てたんです。本
当にうちの父は大した仕事してないです、うん、もうその当時は、うん、あのパチンコ屋も辞めて、はい、軽貨物か何かやってましたね、はいはい、だからそんなにも大きな収入もないし、うん、ボーナスがあるわけでもない、うん、そういう会社な、もうそういう会社勤めもしたことのない人なので、うん、本当にただただ彼が言うのは神の御業、うん、神様はしてくれる、本当に喜んでやるときに神様はし、ちゃんとしてくださるってことを、はい、あの見せてもらいました。だから私たちはお父さんは、うん、あのまあ、劇的に変わっちゃって、はい、クリスチャンになって、はい、あの聖書の教えることをずっとずっと守ってきて、特にそうです、ね、あの聖書に教えるのはお金の大切さがありますよね、はいはい、人間はなかなかお金を手放すのも難しい、はい、でも聖書は10分の1を捧げようという、うん、それをお父さん喜んで封筒に入れてやったわけですよね、はい、ずっとやり続けてました。ああそれはあのあの私たちクリスチャンの手本、はい、見本でもありますよ、はい、今でも、うんね、本当にあの今でも私も尊敬してます、うん、そのことに関して。ただ、はい、あの途中ね、あの泊まりにこう移った時、うん、あけぼのに移った時にあの教会を離れることになっちゃって、うん、あの遠くなりますよね、つがいがね、だからちょっと行かなくなってしまって、うんはいはい、でまあいろいろあって、うん、あのどこかに探してこう彼行くようになったんですが、うん、家族を連れて、うん、で私たちは父が行くから行く、うん、父が行く教会は正しい教会そんなような感じで父にくっついてばっかり行って、もう本当に近所の糞じゃないんですけど、でも自分の信仰にはこれはもう仕方ないですよね。そうですね、だから家族の、うん、あの一度父にとにかくついて、うん、父が行かなければ私も行かない、うん、みたいな感じになってきてしまったりして、あの非常にちょっと残念なんですが、うん、途中であの倒れたんですね、うん、で今でも父はちょっと教会につまずいてというか、うん、ちょっと行かなくなっちゃったんですよ、うん、まあ、であの教会もですね、さまざまな人々が集まりますからね残念ですが、はい、その中で人間関係というのがある時難しくなる時ありますよね、はい、まあ、教会はですね、 ある面ではあの変な人が集まりですよ、うん、そのヤクザが来たり ね、はい、もうそうね、ホームレスが来たりね、はい、酒飲みが来たりね、はい、でもう本当に生きるあの希望がなくなった方々が来るでしょう。あの問題抱えた方が来るのが教会ですよね、うん、で教会に来てそして帰られていく、うん、というのがね、はい、私たちなんですけれども、はい、あの教会はいい人が来るところじゃない罪人の集まりと言われてますね。罪人の集まりだからは、ね、あのいろいろなことあって当たり前です、はい、当たり前です ね、でもうだから家族があの唯一つながったのが末っ子だったんですね、うん、あの末っ子はもうあけぼのに来てるんだから、うん、あけぼのの教会に行くっつって、うん、あの勝手に探してそこにつながるようになってたんですね。で私はその当時もそれこそあの丸山観光ホテルというのがありまして、はい、そこで就職をしまして、そうなんですね、はい、その頃はもう教会離れてまして、はい、でそのうちあの離れて東京に行きたいという思いがありまして、そういう仕事をあの探しましてね、あのそこへあの東京に行くことになったんですが、そうしますとベタニアチャーチと縁があるんですね、はい、ものすごくあります、はい、もう本当にちょっと感激してます。丸山観光ホテルですからね、一番最初に働いたあの観光学校を卒業して入ったところが丸山観光だったんですね、で宮古の方で先生、はいはい、あの社長さんがね、はい、あの平さんですかね、ですごくあのよくしてもらったんですが、うん、あのやっぱりあの東京に出てみたいっていう、こうなんか願望がありまして、あ、はい、あサンマリーナ、ま、前の 前ですね、そうです、はい、前ですね。でそれであの私はちょっと離れてあの行くことになり、また長男もその頃あの北海道に仕事に行ったりとか勝手にしてましてね、でですから私も東京生活でもあのどんどんあの親元離れて教会も離れてずっと好き放題なことをしまして、本当に好き放題なことをしまして、その時あの、まあ、ご主人とは東京で出会うわけですけれども、もうそれはもう随分随分随分後の後です。もう私は遅く結婚しましたので、ご主人はもうクリスチャンだったんです。いえまだです。クリスチャンではなくて、ないです、はい、そうしますと、まあ、結婚してアメリカに行きます、はい、
そこからまたご主人も救われていくわけですか。まあ、信仰は、うん、全くない人ではない。ただ教会にはつながってない人です。まだ。まだ。うん、すごい。ただ娘と、エンジェラさんはい、彼女が私の体内にいるときに、うん、私がちょっと脳溢血になりまして、ストレスとか、うん、そういったのがやっぱり募ってたと思いますね。うん、でもう30代入ってましたんで、うん、あ、もうこんな年に、うん、来てしまって、で脳溢血になってどうするっていうことで、やはり悔い改めの気持ちが湧いてきて、うん、でうちの主人すごい優しい人なので、うん、いろいろ持ってきて励まそうとしたりするんですけれども、うん、病院にその時入院しまして、うん、いや聖書を持ってきてちょうだいということで、うん、聖書を持ってきてもらって、うん、そこで神様にもう一度悔い改めて、やっぱり私の喜びは聖書からしか来ないっていうのがはっきり分かって、再度ダメ元で本当に神様ごめんなさい私戻りますって、うん、そこから改心もう一度しまして、だからそれでシアトルで、うん、はい、日本人教会に、そう、いえ最初はですねそのつもりでいたんですが、ちょっと違った感じがして、うん、テレビを見て、テレビ伝道、テレビ そのアメリカはすごくやってますので、はいはいはい、それでずっとメッセージを聞いたりとかして、うんうん、で英語のメッセージなんですが、とにかくやっぱり触れられるので、悔い改めがどん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 喜びに変わってきて、うん、それで教会を求めるようになって、はい、でそのテレビ局に電話して、うん、教会を探しているということ で、うん、でそしたらその時は、まだ教会、日本人教会行ってませんでした。アンジェラさんはもう誕生して、はい、誕生しました。はい、まあ後でまたアンジェラさんにお聞きしたいんだけれどもね、はい、うん、まあ、CM 行こうか。一曲歌ってもらってからが CM がいい、どっちがいいかな。あ、歌ってからがいいかもしれない。じゃあ、あと一曲、はい、またね、ギターと、はい、生の演奏でお聞きください。リクエストじゃないね、曲名をアンジェラさんお願いします。はい、英語の歌なので大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。一応心配しなくていい歌ね。神様は愛してるから、はい、心配しなくていい。それで、はい、この歌は心込めて信じますっていう歌なので、はいはい、アーメン。聞こえ、はい、ちょっとだけセッティングします。大丈夫ですか？はい。When it doesn't go my way, I know that it is not the end.I'm trusting in a better plan I haven't even dreamt of yet I know that you are for me When everything's against me I put all my hope in you Jesus, I will trust you I will trust you I know you'll never fail I will trust you Jesus, I will I know that I don't know how the story ends I know that you have finished it I close my eyes and just let go And fall into my only hope We'll save you in the falling When I surrender fully I put all my hope in you Jesus, I will trust you I will trust you I know you'll never fail I will trust you Jesus, I will trust you
I will trust you. I know you never fail. I will trust you, Jesus. I will. Oh, Jesus, I will. The only thing I know is God, you're in control. In every little detail, you are close. I'll never be alone. Here in the unknown, the power of your presence fills my soul. Oh, God, you're in control. God, you're in control. In every little detail, you are close. I'll never be alone. Here in the unknown, the power of your presence fills my soul. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will trust you. I will trust you. I know you never fail. I will trust you. Jesus, I will. Jesus, I will. はい、とてもいい歌です。ありがとうございます。感謝します。はい。ちょっと間違ってごめんなさい。大丈夫です。56分、はい、1、2時間ですけどね、賞味そんなにないんですよ。でも、まあ、もうやめて終わりに入る。ここに表示、この 10秒空けてからここに表示される時間が、あの残り時間になります。あ、はい、楽しいね。あっという間ですよね。はい、ハイサイ教会デビルをお送りしてます。FM ギノワン、FM 講座を通して配信してます。皆さんの身近でありますキリストの教会を紹介する番組です。今日はすごい証を聞きました。沖縄にとても多いんですね。まあ、内地も多いのか分かりません、世界中多いのか分かりませんけれども、とにかく沖縄に多いことが、酒を飲まないときはとてもいい人、おとなしくてね、とても優しい人なんだけれども、酒を飲むとすぐに変わっちゃう、ね、暴力的になったりね、まあ、酒癖と言いますけれども、酒癖を発揮して、愛する奥さんを殴ったり、愛する子供たちを虐待したりする方に変わる人が多いんですね。沖縄は特に多いと思うんですけれども、どうぞ皆さんそういう、方を抱えていましたらね、沖縄ビタニアチャーチだけじゃなくてね、身近にあります教会訪ねてみてください。必ず変わります、ね、教会に相談しに来てください。それが地域にある教会ですね。教会はそういう問題のために役立つようにできています。はい、宮城さん本当にありがとうございます。素晴らしい証ですけれども、はい、今日はもう少し時間ありますので、エンジェラさんにお聞きしますけれども、あのお父さんとても優しいですか？優しい人ですよね、はいはい。教会行くには反対しません？はい、一応一緒に行ってって
行くけど、痛くないねって言うんだよね。あ、お家に痛いって、って。そうなんだ。うんうん、エンジェラさんはもう小さい時からずっとお母さんに連れられて教会行ってます。はいはい、一応いつも教会行って、あのシティチャーチって言って、シアトルの教会で、あのいつも行ってました。はい、何か奉仕か何かしています。あの教会で何か。あの 働いてます。あ、やってませんです、ね。でも教会行くのやっぱ楽しいですか。はいはい、はい、楽しいです。あのバイブルスタディとか、うん、あの学校でもあのそういうクリスチャンクラブもあって、あのその 2つ出て、あの賛美 のリーダーになって、そしてこっちに来ましたけど、そしてそっちでバイブルスタディもしてから、はい、だから学校であの一応強かったです。うん、そうですか。様が、はい、将来牧師になった方がいいんじゃないですか。あ、そうでもないと。そうでもない。できるかも。 もうやげて大学卒業。はい、前大学卒業しました。6月。はい、はい、6月にもしました。はい、え、先月ですね。はい、先月ぐらいですね。はいはい、将来何に、もう就職か何か決まってるんですか。あ、一応今は決まってますの、ディズニーランドで働く。すごいね。はいはい、あの辺でディズニーランドは確かロサンゼルスにありましたけど、はい、あと一つありますよね。はい、あのフロリダに。あ、フロリダでした。はい、どちらの方で働くんですか。あ、前はフロリダに働いてましたけど、今度はか、あのロサンゼルスのところで働きますので、ちょっとあっちであの一応バイブルスタディもあるみたいので、うん、はい。そうですか。じゃあロサンゼルス行った時はディズニー行きますけど、よろしく。はい。はい、どうも。でも本当ね、あの牧師になった方がいいと思うんだけどね。うん、だってあのアメリカでは女性の皆さんの活躍とても今すごいでしょ。うんうん、ね、最近ね、最近、うちの教会で本を読んでもらってるのが、許すという本を書いた、うん、名前何だったっけ、なんとかジョイス・マイヤー。あ、ジョイス・マイヤー、わかります。ジョイス・マイヤーね、とても用いられてるでしょ。うん、彼女もなんだか小さい時ね、お父さんが非常にあの暴れ者でね、虐待を受けたという証をしてましたけれども、いいじゃない、うん、ね、お母さん、敦子さん、牧師にしてください。ね、美人だし、ありがとう。信仰ありますし、最近あの宣教に行きたいって言い始めてるので、あのいろんな宣教活動に、うん、あの参加できると思います。はい、いいですね。はい、まあ、何よりも親子でね、はい、こういうふうにね、あの教会訪ねたり旅しても、そうです、ね、必ず教会に行きますよね。はい、そういうことができるのはいいね。はい、はい、恵みです。はい、ハイサイ教会デイベル、もう時間がね、だんだん少なくなりました。今日はですね、那覇市は泊出身の宮城敦子さん、娘のエンジェラさんを招くことができました。今はシアトルに住んでいます。シアトルでですね、とても活躍しています。まあ、沖縄の方々みんながクリスチャンになるようにと願って、今回もね、伝道も兼ねて沖縄に来ました。どうぞ皆さんね、お話も聞いて、今日ラジオで聞いたと思います。素晴らしい証でありました。ぜひですね、皆さんの身近にある教会を訪ねてみてください。今日は本当にありがとうございました。また日曜日、ありがとうございます。はい、日曜日は私たちの教会であります、はい、沖縄ベタニアチャーチ、あけぼのにあります。そこで、来て、証しあるし、エンゼラさんの賛美があります。沖縄ベタニアチャーチ、この番組で紹介してますので、ぜひね、訪ねてみてください。はい、いよいよね、時間でありますけれども、荒垣さんもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。あの、なかなか喋る時間が少なくて申し訳ありません。いえいえ、はい、はい、まあ、沖縄中の皆さんがですね、クリスチャンになることを願ってこの番組をやってますけれども、ラジオを聴きの皆さん、どうぞ一度教会を訪ねてみてください。
はい、これでお別れですけれども、お祈りをしてからお別れします。天のお父様ありがとうございます。愛妻教会デイビル2時から3時まで放送できました。ラジオを聞いている皆さんがこのイエス・キリストのお話を聞いて救いに預かることができますように、どうぞ神様が働いてください。また素晴らしい祝福があるということも悟ることができますように、車を運転しながらラジオを聞いている皆さんが一切の事故事件から守られますように、またラジオを聞いている皆さんすべてにあなたの祝福を注いでください。経済の祝福、平安の祝福、また健康の祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。この番組を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、ハレルヤ。本当にありがとうございます。ありがとうございました。今日は感謝します。また来週お会いします。皆さんさよならです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。